皆さんどうも、とりちゃんです。最近美味しい料理にしか幸せを感じてないので、今日は料理動画をちょっと待って、皆さんどうも、とりちゃんです。最近美味しい料理にしか幸せを感じてないので、今日は料理の動画を撮りたいと思います。で、どんな動画かというと、まあ、ウクライナ料理を作りながら質問に答えたいですね。ズラゼという料理を作ろうと思います。で、ズラゼは実はウクライナ料理ってちょっと言いづらいんですね。元はポーランド料理で、でポーランドで肉巻きみたいな料理なんですね。で、肉巻きの中に卵とかなんか入ってたりしてるんですけど、ウクライナで作るズラゼはコロッケみたいな、コロッケに近いかな、まあ、じゃがいもの中に何かが入ってる。例えばきのこだったりとか、茹でた卵だったり。なのでちょっと名前が一緒なんですけど、実はまあ肉巻きとコロッケ、じゃがいもコロッケみたいな、そう、全然違う。また何か巻いてあるみたいなズラズなのかな。で、結構ウクライナで人気で、なので今日はそれを作ります。でしょ、美味しそうでしょで、作るのも簡単で、まあ、本当にコロッケみたいに作るので、ちょっと一緒に揚げない焼く、コロッケじゃないな、コロッケじゃないな、それははい、質問に答えながら料理を作りたいと思います。で、前の動画でウクライナ人はウクライナ語とロシア語どっちも使える人が多いよっていう話したんですけれども、それで質問結構来てて、例えばじゃあロシア語とウクライナ語は日本語となんとか弁みたいな、なんだろう、日本語と青森弁みたいな感じですかとか、沖縄弁みたいな感じですかって質問があったんですけど、簡単に言えば違います。弁ってなんだろう、私の勘違いかもしれないんですけど、弁ってなんだろう、あの発音が違ったりとか言葉が違ったりする、は、まあ、なんとか弁かな、間違ってたらちょっと教えてください。で、ウクライナ語とロシア語は本当に違う言語なので、その文法の作り方、文法のルールとかが違ってたりするし、でもちろん言葉も違ってたりしてます。似たような言葉もあるんですけど、もう本当に全然違う、同じものを指してるのに全然違う言葉のが多いかな。なのでウクライナ人は結構ロシア語とウクライナ語どっちも分かるんですけど、ロシア人の友達は本当に何言ってるのみたいな分かんないことが多いんですね、ウクライナ語で話すと。なので結構こう説明するのは難しいので、今日の料理の素材をロシア語とウクライナ語、あの2つの言語を使って説明したいと思います。で、今日ズラゼイ、ズラゼイ、ちなみにロシア語でカルトフィニキとも言うんですけど、ウクライナ語でズラゼイって言います。は、じゃがいも、じゃがいもを使います。で、じゃがいもはロシア語でカルトシカ、ウクライナ語でカルトプリャっていう、ちょっと似てるんですけど、ウクライナのポランド側はボリバとも言います。ボリバみたいな。あとは玉ねぎを使います。ロシア語でルク、ウクライナ語でなんて言うんだっけ、これツブーリャ忘れた、ツブーリャって言います。卵はロシア語でヤイツォ、ウクライナ語でヤイツェ。小麦粉、ロシア語でムカ、ウクライナ語でボロシノ。ズラーゼの中身はキノコにします。で、どんなキノコでもいいんですけど、私はエリンギが好きなのでエリンギにします。で、ロシア語でグリブイで、ウクライナ語はグレブイ。あと、これも使います。これ、分かる人がいますかね？日本であまり使われてないハーブだと思いますけど、結構、北欧とか、ウクライナとかロシアとかで使われてることが多くて、ディールですね。で、ロシア語でウクロープ、ウクライナ語でクリープって言います。あ、すごい匂い。これ、友達が自分で育ててます。なので大量にもらいました。普通に日本のスーパーで買おうとすると、まあなかったりするし、あと結構本当にこのぐらいで100円200円しますので、嬉しいですね、こんなにもらったら。あとこちらは、これも友達が自分で作ったんですけど、サワークリームですね。
サワークリーム自分で作る、私も作ったことない、すごい、日本人の友達が作ったんですね。でサワークリームはスメタナで、ウクライナ語も一緒だったかな、スメタナ作っていきます。とりあえずこちらのジャガイモの皮を剥きますね。あとよく聞かれるのは、家でどんな料理作ることが多いですかっていう質問です。多分意外かもしれないんですけど、家で一番作るのは和食です。本当に和食が大好きで、毎日米と魚と味噌汁とって感じかな。あと納豆も大好きなので、本当に納豆に合う料理を作るって感じです。なんだろう、結構もう全然違う料理なので比べるのも難しいんですけど、どっちも美味しいしどっちも好きなんですけど、和食はご飯があってお魚があって、で野菜とか味噌汁とかいろんな、まあ、少しずつ食べるイメージがあるんですけど、まあ定食みたいな。ウクライナ料理はどっちかというと一つ、まあ、メインディッシュを作ってそれを食べるイメージですね。なので例えば今日は作るのはズラーゼで、ズラーゼとサラダを食べます。和食みたいにこうちっちゃい料理をいっぱい作る文化がなくて、まあそう考えるとウクライナ料理の方が簡単に聞こえるんですけど、実は一品に一品作る時間が長くて、ボルシチとかあるじゃないですか、ボルシチもウクライナ料理なんですけど、ボルシチを作る時間は結構長くて、食材を切ったりとか煮たりとか焼いたりとか、そのステップが多いんですね、工程が多くて。で和食は工程が少ない気がするかな、まあ、料理によるんですけど、なんかこうなんとかあえとか浸しとか、もう浸しとかすごい簡単じゃないですか、作るの。本当に普段和食が多いんですよ。で和食の次多いのはイタリア料理ですね。全然ウクライナ料理食べないんかいって感じですけど、本当に難しいからあまり家で作らないかな。よく作るのはラザニアがすごい好きで、ラザニア本当によく作ります。あとパスタとかそういう系かな。次にこちらのジャガイモを切ります。で大きさはまあ適当でいいです。茹でてぐしゃぐしゃにするので、玉ねぎとキノコを切ります。あ、柔らかい。こういう感じでお湯を捨てました。次は中身を作ります。はい、こういうきのこ炒めができました。これでも美味しいんですけど、もっと美味しくします。こちらをこちらのじゃがいも生地に包んでいきます。で、うまくできるかちょっとわからないんですけど頑張ります。正直これ自分で作ったことがなくて、よくウクライナのレストランとか、あと普通にお母さんとかおばあさんが作ったズラーゼを食べたことあるんですけど、自分で作ったことないのでちょっとね心配です。これね、思ってた以上に難しくて全然綺麗にできなかった。結構大きくなっちゃった。もうちょっとコンパクトにしたかったけど、プルプルするかな。すげえ、見たことない。オムレツみたい。もうちょい硬い方が正しいんだけどね。美味しそうです。うん、ご無沙汰します。こちらは1回目のチャレンジで、こちらは2回目。結構良くなった気がする。最後にこちらのサワークリームを使ってソースを作ります。もうサワークリームとディルを混ぜるだけなんですけど。はい、こういう感じでできました。
すごい久々だな、食べるのこれ。よく食べてたの？誰かが作ってくれる時にね、おばあさん。そう、これね、サーバークリームかけると、まあ、美味しい、さっぱりした感じ。チュース。お疲れ様。チュース。一番サワークリームがメジャー。そうだね、なんもなくてもいいけどね、うん、まずはプレーン。ふわふわ、うん、おいしい。なんか何に似てるだろう。うまっ、もっちもちだね。すごい、ね、混ぜ込んでるって感じ。そう、包んでる、包んでる。へえー、手が込んでる。うん、サワークリームいいね。いい、うん、合う。